コウスケ。モアカとチョアライ、はい、コウスケです。今日はね、インスタでも最近リクエストがちょこちょこ来た、この1万円のミラジーノっていうので、ね、なんでなんかっていうのを今回は、ご紹介していきます。じゃあちょっと改めてね、いろいろ過去のこともね、振り返っていろいろご紹介していきたいと思います。それでは、お願いします。はい、ということで、まずこのね、ミラジーノなんですけど、これもともとミラジーノじゃなくて、ミラを買ったんですよね。で、20万キロ、走行距離20万キロ以上の、10万3000キロぐらいですね。で、くらいの、ミラで、ちょっとエンジンも不具合があったんですよね。で、それをまず1万円で買ってきました。で、何が壊れてるかってわからない状態で、換気筒しか動いてなかったんですよ。で、それも過去のこの動画でトラブルシューティングから始まって、結果インジェクションがちょっと悪かったっていうところで、インジェクション交換したら無事治りましたっていうので、安かったっていうのもありますね。はい。で、あとはこの動画でミラジーノ化したってことですね。で、ミラジーノ化したんで、ちょっとミラジーノってオートマでもだいたい8万円ぐらいになるんで、相場がね、上がったっていうのがね、ちょっと美味しいところですね。ミラジーノの、ターボとかマニュアルやともうちょっと結構値段まだ落ちないんで、すごい難しいところですね。で、僕は今ね、まあ街乗りとしてオートマの SOHC やったんで、街乗りとしてはむっちゃ最適ですね。はい。はい、それではね、今回もリクエストいただいた窃盗シリーズお送りしたいと思います。で、今回こちらはいつもね、僕がお邪魔したりしてる、ターピーさんというね、YouTuber の方のガレージに来てます。ご覧ください。はい、ということで工具がいっぱいあるんですよ。だから、工具のパクリ方を今日はお伝えしたいと思います。こういう感じですね。工具とかここにあります。で、ご覧ください。こういう風にね、工具が多分いっぱいあると思うんですけど、こういう風に、例えばドライバーやったら、パクるとしたら、2個あるものの、多く3つぐらい複数あるものの中のうちの1個をパクるっていうのがね、鉄則ですね。ドライバーとか、ドライバー3つあるんで1個パクりましょう。あとなんかレンチとか結構ね使うんで、レンチもパクりたいと思います。あ、ありますね、たくさんあります。で、こういうのとかやったらもう 100% は分かんないんで、いっぱいパクりたいと思います。はい、パクりましょう。で、あとで、これとかも、もうこういう、こことか、もうこれごといっちゃいましょう。こういうのは、あ、これとか、これとかは、もう1個取ったら、もうなくなってるのが、すぐ丸分かりだと思うんですよ。ここだけないとか。なので、こういうのはもう丸ごとパクります。はい、というふうにね、今ちょっと全部パクったの積んだんですけど、こっから脱出するだけですね。よっしゃ。はい、それではね、もう脱出したいと思います。はい。はい、レンチですか。え、さっきなんかしないんです、僕使ってないです、今日は。はい、どうしたんですか、レンチどっかやったんちゃいます。いや、僕持ってないです。いや、持ってないです。もう行っていいですか。あ、はい、あ、ちょっと、あ、ちょっとやめてもらっていいですか。やめてもらっていいですか。で、あとはこれのここのね、イグニッション、どこが悪かったってかっていうのが、ここの間にあるイグニッションのところですね。ここが、ここの真ん中がちょっと調子悪かったみたいですね。だいたい多分20万キロ走ってたんで、それでなんか詰まっちゃってたみたいです。だから変えると調子よく今も走ってくれてます。最初このプラグがあかんかったんちゃうかみたいなんで、一般的にプラグじゃないですか、こういうの悪いのって動けへんっていう時で、プラグかなと思ってプラグも変えてもなれへんし、なんでやろうと思って、圧縮が下がってなかったんで、それにもうエンジンも違うなっていうので、インジェクターちゃうかっていうのでね、この動画でたどり着いて無事直すことができました。いや、だからそこがねちょっと分かんなかったんで、最初は修理にもっと費用かかるかなと思ってね、危ないところでしたね。はい、はい、で、このフェンダーなんですけど、前回の板金の検証の動画でやってみたんですけど、直らんかったんですよ。これが全部もう折れちゃってて、組成変形しちゃってるんですよね。だから後ろから叩かなあかんくて、一回ミラジーノ化するときに動画では映してなかったんですけど、一回叩いたんですよ。叩いたんですけど、形がもういかんせん、ちょっと僕もまだ素人なんでね、形ちょっとちゃんと出されへんなっていうので、パテモリモリにしても、まあ、今後あんまり良くないんで、一旦
ちょっと置いといて、もうあの綺麗なフェンダーあればそれに変えちゃった方が早いかなっていう感じですね。なので一旦これはちょっとベコベコなってます。はい、はい、であとはねミラジーの貸してね、でも周りはもうまだむっちゃ綺麗でええ感じですね。こういう感じになってます。でこのミラジーノのバッジもついてます。はい、で次にねこちらですね、このホイール、このホイールをね塗装しました。ちょっとホワイトリボン風になってます。でこれがなんでやったんかって言ったのがちょっと説明します。ということで、このねクラシックカー風な感じが最近好きなんですよね。っていうのがあのカーズ見て主役のやつがクラシックカー風に変身するのがあるんですよ。その時にむっちゃかっこいいなっていうのが思って、そっから DB5 とかああいうクラシック系がね買えないんですけど、かっこいいなっていうちょっと憧れが出てきました。でそれもあってこのこっちのねスープランにもレンダリングでこんな感じでクラシックカー風にしてみたっていうのもねあるぐらいクラシックカーの良さに気づきました。はい、なのでちょっとホワイトリボンにする練習として一旦ねちょっとこの縁を白くしてホワイトリボン風にやったっていう仕様ですね。どうでしょうか、ちょっとローバーミニっぽくていいですよね。ミラジーの元からむっちゃおしゃれですもんね。うわかっこいいわ。はい、いい感じですね。はい、であとは内装なんですけど、これね全部前のオーナーさんがウッドパネルに変えてくれてたみたいですね。でオートマです。はい、でこんな感じなんですけど、この1回このウッドパネルのウッドのステアリングから普通のレザーの方に戻したんですけど、やっぱりなんかミラジーノ化したらウッドの方が恋しいなってなったんで、一旦ウッドに戻して全部オールウッドって感じですね。であとこっちのシフトノブがまだねレザー的な合皮かなんかよくわかんないですけど、こんな感じになってます。でこれもウッドにしたらすごいんでしょうね、きっと知らんけど。であとこれですね、キーがポルシェになってます。はい、僕ポルシェの911まだ買えないんですけど、買えるように一旦練習しようと思ってキーをポルシェにしました。マイアミブルーのねいい感じです。であとこれですね、このライオンのなんか飾りですはい、あとは芳香剤ですね、リップンディップの芳香剤ついてます。はい、であとご覧ください、このねこれが MD なんですよね。で MD なんでこういう風に結名詞とか、僕ヒップホップ好きなんですけど MD むっちゃ使ってます。これはちゃうか、ケース違うわ。昔 MD やったんでね、手書きで全部書いてました。はい懐かしい時代ですね。はい、そんな感じです。でもおしゃれやな、なんか元がおしゃれやからいいですね、ミラジーノって。はい、ということでこんな感じでした。であとこっちのスープラの方はね、今なんか燃費もうちょっとで10いくんですけど、ミラジーの余裕で燃費上がったら13あったんですよね。だからもうガンガン走り放題ですね。ガソリン気にせんと走れるんでめっちゃ便利です。であとはスープラの方もね燃費上げていきたいところです。スープラも改造するんでそれも動画でアップします。今後期待ください。ありがとうございます。はい、という具合に改めてミラジーノの紹介でした。ミラジーノ元いミラですね、ミラの偽ミラジーノみたいな感じなんですけど、今回ね普通の紹介をお送りさせていただきました。それでは以上私でした。またご覧ください。ありがとうございます。あとスープラもあります。わかっこいい。あ、ちょっとスープラも一瞬ぐるって見せますはい、こんな感じですね。これもダブ、僕むっちゃ好きなんでダブのホイールついてます。うわかっこいいわ。こんな感じです、スープラ。はい、またちょっとまたちゃんと改めて動画も出すんでご応募期待ください。うわーかっこいい CB うわー、はい、以上私でした。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますのでぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そしてこの動画がいいなって思ってくれたらチャンネル登録を、でももう一つやなと思ったら次頑張るんでチャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。